どうも皆さん、こんばんは。本日はですね、私が最近ちょっと遊んでるゲームがありますんでね、みんなにね、ご紹介しようと思います。ディズニーのね、アナと雪の女王の、フローズンアドベンチャーというパズルゲームなんだけどね、でこれが結構面白いんで、ぜひね、ちょっと皆さんに知ってもらおうと思いですね、今回は実況することにしました。ポチッと。でね、このゲームどういうのかというと、まあ、パズルゲームになるんだけど、なんていうのかな、その、おしゃれをね、楽しむゲームなんだよね。例えばちょっとこちら見ていただきたいんだけど、お城の玄関。はい。で、今こんな感じになんか花が咲いてたりね、絨毯があったり。で、要はインテリアを自分でいろいろこう、組み立てることができるんですよ。で、それが結構ね、オシャンティーで楽しんで、はい。で、ちょっとね、今ハマってるっていう作品ですね。で、今この城の玄関は 100% クリアしたんで、次はこの大広間っていう感じなんだよな。ちょっとやっていくんでね、見てください。で、今こんな感じで何もないんだけどね。物騒とした感じなんだけど、で、これでポチッとすると、はい。会話に入っちゃったね。うん。で、私アナと雪の女王だった。で、これ私見てないので、シナリオは全然わかってません。わかってないんだけど、パズルゲームが大好きなんでね、とりあえずやってるっていう感じだね。うん。壁の色を今度変えるのかな？ああ、なんかいろいろちょっと選択できそうだな。どっちにする？壁の色からやろっか。で、雪の結晶が今ないから、ステージをクリアしてゲッチュするっていう感じなんだよね。で、今のところキャラクターは3人使えるんだよな。で、今回このオラフっていうのがいいみたいですね。ちょっと行きましょう。始まりましたな。で、このステージには魔法の霜があります。これ何なんだろうね。3つ揃えると消えるんだよね。はい。で、画面左上に94っていう数字あるんだけど、それを全部達成すればクリアなんだよね。で、34ムーブっていうのは34回以内にクリアっていうことだね。よーし。で、これかな。まあ、とりあえず88個だね、あとね。あとどれだ？ああ、これか。んで、これだね。よーし。で、これは1列だね。はい。で、こんな感じで消えると。で、これが周りが全部消えるんだったかな。よーし、OK。ボード全体をか。はいはいはい。これくっつけるんだったかな。よーし、OK。あー、すごいすごいすごい。綺麗だね。まだどういうやらチュートリアルっちゅう感じなんでね、そこまで難しくはないのかな。これもドッキングで。いいね。これは1列と。はい。で、これも消える。これも消えると。あとはどんな感じかな。ここかな。よーし、OK。ここも消えるね。ここも OK だ。こっちも OK。はい。で、ここ。あ、ここいいね。よーし、OK。あとは、ここかな。あと3つだね。よーし、OK。で、これ発動すると、まだ発動せんか。あ、これね。はい。あとはどこだ？これでいいのかな？よーし、OK。んで？こちら発動。よーし、これでミッションクリアだね。OK だ。
よーし、オッケー、無事にクリア完了だ。うん、またチュートリアルみたいだね。で、さっきクリアしたここ壁の色、はい。でこんな感じで色目をね、まあ、3つの中から選択できるようになるんだよな。うん、何色にしましょうかね。まあ赤色でいいんじゃないかな。はい、こんな感じ。うん、素敵だわ、サンキューなと。はい。んで次がここだね。掃除する。はい。で次はエルサちゃんがいいみたいだね。行きましょう。でこのゲームシンプルなんだけど、結構ね、その時間潰せるというか楽しんで、おすすめですよ。うん、34と17か。青色優先的に潰した方がいいな。で、まずこれかな。よーし。んーで、これ。これ。よし、もうすぐで溜まるね。これ。よーし、OK。ナイス。これはドッキングできるね。よーし、OK。素晴らしい。青色。これもかな。青色、青色。どうしようかな。これか。で、こうだね。なかなか青色がたまらんね。これかな。んで、これだ。よし、オッケー。で、次は素晴らしい。こうだね。んで、これだ。よし。あと15ブロックか。オッケー。いいぜ。よし。たまれ、たまれ。うわあ、まずいな。あと5ムーブだ。どうするべきだ。よーし、オッケー。さてと。逆転を狙いたいが。これダメだな、きっとな。あと1ムーブだ、ダメだ。崩せねえ。いやー、頭使うな。お、今回の方がやりやすいんじゃない？だいぶ。よーし。四角の中の空いてるところをね、優先的に潰していけば、そっちの方がいいと思うからね。こんな感じでね。よーし。いいぜ。いい感じだ。よーし、いいぜ。素晴らしい。今回の方がだいぶテンポいいんじゃない？いいね。いいぜ。これ。よーし。いいね。今回の方がだいぶテンポいいね。よーし、オッケー。んで、これも、潰せるね。よーし、オッケー。ああ、今回の方がだいぶいいぞ。よーし。よーし。あ、しまった。間違いだ。どうしようかな。よーし。オッケー。赤色か。オッケー。オッケー。さてさてさて、考えろ。ちょっとブロックなくそうか。よし、オッケー。消えた。素晴らしい。いいね。あと3つだ。この2つのブロックが鬱陶しいな。どうだ？よし、消えた。よーし、オッケー。あと1ブロック。これだね。これだけ消せばオッケーだ。クリアだ。だが、それをどうやって消すかだ。
難しいな。これとか。これって。よいしょ、オッケー、クリア。オッケーだ。いやー難しくなってな。オッケー。こんな感じのゲームです。結構頭使うでしょ。でまたクリアするとこんな感じでまた選択するんじゃない。素晴らしい。綺麗になりました。すごいな。すごく綺麗になりましたよと。で絨毯を引いてないから絨毯を引くのかな。さてさて、次は？壁紙。そうだね。やっぱりテーブルがあるから、ご飯とかいっぱい置いたらいいんじゃない？まずはでも床の洗濯からした方がいいんじゃないか。どっちからにしましょう。まあ、テーブルの方がでもオシャンティーか。よし、じゃあテーブル優先しましょう。よーし、もう一度プレイだ。次もエルサちゃんだね。さてと。20と60か。このハンマーが新しく使えるのかな？ムーブを使わずにタイルを消すことができる。素晴らしいじゃないか。ええー。アイスハンマーで雪を叩きましょう。素晴らしい。いいね。しかも紫のやつが2つも出やがった。これ重ねれるんじゃないか。すごそうだ。おー！すげえな。秘技って感じだね。素晴らしい。これなんだろうね。雪で凍ってるのかな？これでやると？オッケー。で、使えるようになるんだね。了解だ。やることは分かった。これ。よし、オッケー。んで、これだ。よーし、オッケー、素晴らしい。これ。一列。よーし、こっちも。こっちもだ。いいですな。素晴らしいぞ。いいペースだ。よーし、オッケー。で、ここでまた、ブロック消して。あと 8？ 1、1、2、3、4、5、6、7、8。どこのブロックだ？ 8 ってのがよくわからんな。よし。溜まりました。OK。素晴らしい。これで消えるね。オッケーだ。で、あとは？まあ、とりあえずここら辺。よーし。あとはどこだ？よーし、オッケー。よーし。あと、チェリーが1で、何もないのが3つ。あ、これとこれとこれだな。ここだ。この紫の真下だ。でもそんなところ崩しても意味ないんじゃないか。意味のあるところを崩さんとね。だからここでしょ。よーし、オッケー。であと2つで3ムーブ。じゃあもうこれ使う。ふん、ガツンと。ああ、でも一個崩すだけだから別になくならねえんだ。あ、よーし、オッケー。あと1ムーブ。で、これを壊せばオッケー。よーし、オッケー。あぶねえ。ギリギリクリアだったね。さーてと、ボーナス、ボーナス。素晴らしい。
いいね。やっぱ決まると楽しいよね。なんだかんだでやってしまう。おや、ここで初めて課金画面になりましたね。まあ、とりあえず課金とかはね、しなくてもいいんじゃないかな。まったり楽しむゲームだと思いますんでね。で、ここで、ポチッと。で、メインのテーブルクロスを選択せよと。あー、綺麗だね。あ、でもこっちの方がイメージに合うかな。どれがいい？せっかくだったら壁紙とセットにした方がなんかオシャンティーな感じもするけどね。これにしよっかな。よーし、オッケー。オシャンティーだ。さてと。で、次が床かな。床の選択だ。で、どうやら2ついるのかな、今回は。雪の結晶がね。おや、ノルマが3つもあるな。チェリーが14で、紫が30で、まあ、何もない空間のが31か。とりあえず、まあでも、最初はあまり考えないで、いいんじゃないかな。よーし、オッケーぜ。いい感じだ。んで、1列崩して。よし。よーし、あ、いいね、いいね、いいね。いいぞ。いい感じだ。よーし、オッケー。あ、いいね。今回いいぞ。これで消えるだろ。いいね。で、さらに合体。ふぅ、気持ちいい。最高だ。んで、さらにこれ使う。よーし。いいですな。消えました。おー、すごいすごい。あー、超気持ちいいな。最高です。で、これ消すだろ。ここら辺からだね。で、これで OK。はい、消えました。んで、よし。で、あ、これ動かんのが。どうやるべきだ。どうだ。よーし、オッケー。オッケー、オッケー。いいね。いいぞ、いいぞ。いい感じだ。んで、次は、これ合体。オッケー、消えた。よーし、これもいいんかな。オッケー。すげえ、すげえ。計画的だ。んで、これ消すだろう。あー、でもなんだかんだウェーブが結構きついね。あと、チェリーが2。で、これとこれを消せばあと OK だね。あ、これ OK。うん !OK、あとチェリー2でクリアだ。だからこれとこれ消して終了だ。これね、どうやるんだろうな。でも、ちょっと待てよ。あと6だから、とりあえずこれで1個消すだろ。OK。で、これ使うとどうなる？よーし、OK、クリア。素晴らしい。いいですね。OK、OK。さて、どこまで続くかな？あー、まだ続くぞ。ここでストップか。どう？お、まだ行く、まだ行く。すごいいったね。よーし、素晴らしい。ゴールド40ゲッチュ。ありがとな。お、また新しいブーストだ。あ、これはありがたいね。一気に消せるね。よーし、オッケー。で、これで、床が引けるわけだね。床の選択。あ、で、これもう一個やっぱりクリアしないとダメなんだね。雪の結晶がもう一個いる。よし。じゃあもう一回やろう。で、次はこの紫のブーストを使うのかな。よーし、オッケー。プレイ開始。でも最初から使えるっていうことは一気に進めれるんじゃないかな。どうだ。いいね。やっぱり便利だ。で、チェリーが14か。どうしましょう。まあ、とりあえずこれ。よーし、オッケー。雪が消えた。さてと。んで、こっからどうするかだな。まずこれは確定だ。よーし、オッケー。で、これも確定。いいね。んで、これも確定。で、これも確定。いいね。1列。オッケー。で、さらにこれ、紫。紫というかレインボーちゃん。よーし、オッケー。
ここのステージの方が簡単かな。こんな感じで、よーし、オッケー。ああ、すごいすごい、連鎖反応すごいな。もうどうなってるのかさっぱりわからん。よーし、オッケー、ダブルで、よーし、完璧なんじゃないでしょうか。うん、いいね、いいぞいいぞ、余裕だね。オッケー、よーし、でこれでクリアだ。オッケーだ、すごいね、超気持ちいい。あー、消える消える、超消える、よーし、無事にクリアですね。あー、すごいすごいすごい、どんなもん行く、最高だ、素晴らしい、よーし、マネー51ゲッチュ、いいね。さてと、じゃあこれで雪の結晶溜まったから床をオシャンティにできるんじゃない。あー、いいね、おしゃれになったぞ。どれがいい、あ、これかな、これかこれって感じだね。どれにしよう、こっちにしよっか、今回ね。よし、決定、いいね、だいぶ綺麗になってきたね。うん、ピコンピコン、うるさいよ。次、テーブルを左に置く、あ、ここにテーブルを置くのかい。うん、了解だ。よし、これですね。次はアナちゃんだね。おや、新しいやつが出たね。松ぼっくり、その隣でマッチさせると回収できる。え、どういう意味、あ、そういうことか。ああ、そういうことね。オッケーオッケー、了解です。松ぼっくりあと 81?81 個もないじゃないか。え、どういうこと、うん、そういうことか。オッケーオッケー、なんだここは。松ぼっくりと虹色の雪の結晶入れ替えるとどうなるか。え、どうなるの、全部消えるの。ああ、そういうことか。オッケーオッケー、了解了解。で次は、うわあ、これはどうやって全部消していくんだ。とりあえずこれは決定だろう。んーで、これ、はい、オッケーだ。まあ、つまり隣接するところが消えるっていう考え方で OK だね。よーし、発動で、さらにこれ、よーし、 OK だ。炎上炎上大炎上、いいね。これ真ん中やると、おー、いいですな。あとは、まあ、とりあえずこれいいかな。よし、で、さらに、これもいいんじゃない?よーし、オッケーだ。で、これ一列で松ぼっくり、これも消えて、あと6つ。とりあえずこれで消して、あー、消えなかった。オッケーオッケー。で、ここで1個は消えるだろ。よし、で、これでさらに、そっか、松ぼっくり3つはできないんだね。隣接して消すしかない感じだ。どうしような。まあ、とりあえずこれやる。あー、こんな消えるんだね、すげえすげえ。よーし、オッケー。だけどまだ隣接してないね、そこが問題だ。これでオッケーかな。よーし、いいぜ。いや、でもまだきついな。よし、これでほじくって、深掘りをする感じだね。よし。で、これでさらに。消えました。オッケーだ。よーし、なんとかクリアだ。危ねえ、危ねえ。なんかだんだん難しくなってきたね。まだ消えるんじゃない?
いいね、いいぞいいぞ、超楽しい。ここの画面がいいね。クリアボーナスがすげえ気持ちいいな。よーし、ゲッチュー、ゴールド52。さてと、じゃあここにテーブルを左に置くと、はい、どういうテーブルを置くんだい。ああ、こういう感じね。これだったらやっぱりこれだよね。普通に考えてね、合わせた方がいいでしょう。っていうか、これ、私の部屋に置いてある柄と一緒な気がするね。よし、こっちにしよう。貴族っぽいね。よーし、オッケー。オシャンティーだ。うん、椅子だね。オッケー。よし、じゃあね、本日はキリがいいんでね、ここら辺にしましょう。また動画ね、更新しますんでね、よかったらチェックするようにしてください。チャンネル登録もね、よろしくお願いしますよ。そんじゃまた次回の動画でお会いしましょう。あばよっ。